J-WAVE をお聞きの皆様、こんばんは。マン・ウィザ・ミッションのジャンケン・ジョニーです。この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとして、ナビゲート、毎週すごいと思う音楽を紹介して、そのすごい音楽を作ったご本人と、深夜に音楽座談会をお届け。7月は私ジャンケン・ジョニーがプレゼンターを担当してまいりましたけれども、早いもので、今日で最終回ですね。はい、本当にありがとうございます。ただ最終回も豪華でございます。本日はフォーリミテッド・サザビーズのベースボーカル元君をゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。いや、長い、その長い付き合いですけど、真面目な話というのはね、なかなかできないですけども、まあ、こういったところでこういう場を借りてね、何か皆様にもですね、さらなる深いフォーリミの元君のですね、魅力をお伝えできればと思います。ということで、本日はフォーリミテッドサザビーズのベースボーカル、元君をお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりですね。はい、久しぶりです。お元気？元気してます。はい、今やですね、もう本当ロックキッズたちのカリスマでもあります、はい、元さん、本当にね、素晴らしいなと思うんですけれども、はい、僕らが初めて会ったのはいつになるのかな。多分お会いしたので言うとフェスのバックヤードだったりだとは思うんですけど、はいはい、やっぱちゃんとこうお話しさせてもらって、こうお酒飲ませてもらったのは、あの新潟に誘っていただいたじゃないですか。僕らのツアーだ。はい、はい、ロッツですね。その時が初めてちゃんと喋らせてもらって。そっか、そうですよね、うん、はい、最初のマン・ウィズ・ミッションも、もしくは僕の印象とかってあったりするんですか。ジャンケンさんに関しては、はい、一番絡みやすいと思いました。本当に？そうなんだ、ありがとうございます。やっぱタナパイだったり、はい、神風さんですね、はい、とかはやっぱりこう違う形でこうお会いしてたり、お世話になってたりしたので、なんかこうちょっとなんだろうな、おっかねえなみたいな。おっかねえな、おっかねえなと思ってましたけど、それに比べるとやっぱこうすごい行きやすい先輩だと思ったの。あ、まあ、ありがとうございます。覚えてますね。それこそあの時ってどうなんかな、僕の印象化すると、その後のもう勢いが半端なくて、どうなんですかね。なんかそれってこう自分の体感だと意外と分かってないんですよね。あの時すごいとか勢いがどうのとかって、なんかその来てる感みたいなのって、そのリアルタイムで自分だと意外と分からなくて、売れたねとか言われて、売れたんだみたいな気持ちにすごいなるんですよ。なるほどね、まあ、なかなか厳しい状況だと思いますけど、はい、また対バンできたらよろしくお願いいたします。はい、はい、本日はですね、元君の音楽遍歴なんかもですね、辿っていきたいと思うんですけれども、一番最初にバンド、まあ、もしくは音楽を聴いたきっかけというのは、どのバンドですか？音楽を聴いたきっかけ、やっぱバンドをやりたいってなったのは、ハイスタンダードですね。ハイスタンダード。ハイスタンダードがアタックロムザファイストっていう、はい、VHS 二部作で出してたんですけど、はい、あれのやっぱこう海外でツアー回ってる映像を見た時に、うん、うわ、こういうのしたいなって強烈に思ったんですよ。なるほど。めちゃくちゃ楽しそうだなというか、めちゃくちゃ普通の兄ちゃんたちだなみたいな感じがこうすごい憧れまして、でその後エアジャムの、2000の VHS だったりを見た時に、なんかこんな普通の兄ちゃんたちがこう横のつながりで友達集めてこんなすごいことできちゃうの、こんなかっこいいことあるみたいなことになりまして、それでやっぱこうハイスタになりたいみたいな気持ちからバンドが始まりました。もう本当に当時はおそらくもう本当にインディーズのカルチャー丸ごと巨大な渦を作り上げて、はい、まあ、それが本当に横のつながりっていうか、その仲間内みたいにやってる、やっぱその姿に憧れたというか。そうですね、だからこういわゆるこうエアジャム世代とか言われるバンドに対する憧れは強烈にありまして、はい、なるほど。やっぱこういろんなバンドがいたじゃないですか。別にメロコアだけじゃないし、はい、このバックドロップボムだったりシャカゾンビだったり、こうミクスチャーでこうなんだろうな、こうファッション性もあるような人もいたりとか、確かにもうちょっとこうアンダーなこう置かないような人もいたりとか、はい、ほんとみんな独特で全然スタイルも違うのに、なんか普通に仲いいんだろうなというか、わかるわかる、なんかこう本当につながってるんだろうなっていう感じが、そうね、いわゆる企画されたフェスとかと違って、そうなんですよ、ナチュラルに集っちゃってる感というか、そうなんです、ね、確かにそれはあったかもしれないな。なので、なんかすごい、だから僕がやっぱ配送した時はもちろん配送止まってますし、はい、まあこう一緒復活することもないだろうと思ってたので、うん、なんかこうひたすらにやっぱ昔のこう雑誌だったり、うん、こう
それこそそういう VHS とかをディグりまくってましたね。なるほどね。楽器を一番最初に手に入れたというか触ったってのはいつなの？楽器自体はですね、最初はアコースティックギターが、あ、そうなんだ。はい、父親のアコギが家にあったんですよ。はい、で父親も結構なんだろうな、吉田拓郎とか、あ、はい、川島英吾さんとか、うんうん、家で弾いてたりしたので、ちょっと渋すぎるな。そうなんですよ、かなりフォーキーな感じで、でそれでもう教えてもらって、はい、で僕ゆずを練習したのが一番最初ですね。なるほど、ゆず、はい、もうでも確かに源ちゃんとか日本語の歌詞がね、はい、非常に良かったりもして、うん、メロディアスですけれども、んその中でなんだろうな、その影響を受けたいわゆるアーティストさんとかいたりしたんですか？強いて言わせていただくなら、うん、クラムボン。へえ、はい、それは全然思い込むですよね、うん、僕はやっぱこうクラムボンのイクコさんの歌い方、はい、結構影響されてると思います。あ、そうなんだ。具体的に言うとどういうところ？なんでしょうね、3ピースじゃないですか、はいはい、ギターレス で、はい、でハイスタも3ピースで、まあ、僕らギター2本いるんですけど、はい、なんかそのミニマム感がすごいかっこいいんですよ、うん、でしかもやっぱミックスの音源とかも聞いてても、そのなんだろうな、ちょっとこうミスタッチだったりピアノの声のがちょっとこう上ずってたりするところを全く直してないんですよ、うん、なるほどね。で僕もやっぱこう自分の声レコーディングして直しすぎたくないんですよね、うん、ちょっとこう外れてても味にしたいんですよ、うん、それが生々しさかなとか思ったりするので、うん、なのでこうなんだろうな、そこの人間がやってる感じっていうのをすごい大事にしてます。確かに人間力溢れてますもんね、クラブの曲っていうのは。曲単位でいうとそのクラブのこの曲っていう曲ありますか？やっぱバイタルサインか。お、バイタルサイン、素晴らしい曲ですね。はい、それではここで、源くんの音楽制作についてもね、ちょっと触れていきたいと思います。はい、お願いします。フォーリングの楽曲作詞作曲は基本全部源が、はい、そうです。そうですよね、はいはい、一番最初って何から作る？曲によるんですけど、はい、基本的には、コード進行とメロディー、うん、でまずまあメンバーにそれを聞かして、なんでまずこうスタジオでこう意外とアナログなので、はい、こうデータで共有っていうよりはちょっと僕の弾き語りソロライブがまず行われるんですよね。すげえ照れるんですよでちょっと照れるんでいちいち説明しながらこうイメージを、あ、ここはこうなるべきなはずなんだよね、はいはい、なんかこうだからあれって実は一番こうなんだろうな、メンバーに対してなのに一番緊張する瞬間だったりして、はい、でも分かるわ、なんかこう自信はあるようでないので、はい、なんかこう否定されるんじゃないかみたいな、はいはい、すごい照れるんですよね。そういう時大体メンバーはどんな感じなの？一番最初の。いや、無ですよ無ですね基本でもそっから、はい、各メンバーがギタードラムギターか2人ギターがいますけど、彼らが、それに対して肉付けしていく感じなのかな？そうですね、アレンジはもう完全にみんなでバンド全体がやっていく、はい、でそういったこう僕がメロディーとコードを持っていくパターンもあれば、うん、逆にこうメンバーがこうリズムパターンとコードを振ってくれて、それに対して僕がメロディーをつけるパターンもあります、はいはい、でそういう時は、まあ、僕がいいメロディーがついたものに関してはこう広げていくっていう感じで、結構みんながこう僕に投げてくれます最近、はいはい、いわゆる DTM とかそういったものよりも、じゃあアナログではあるけどそういったセッションみたいな形でやる形の方が多い？そうですね、まあでも最近はこうみんなでロジックで共有して、うん、こうなんだろうな、順番にこうドラムベースギター、はい、リードまで入れてからメロっていう形です、ね、なるほどね、一応構築するという形、はい、で僕がこうまず仮メロなので、はい、リードとかが全部決まりきってからいざ本番僕がメロ変えるときがあるんですよ。あ、そうなんだ、それ怒られますね。え、怒られるの？怒られます。そう行くんだったらそうしたのにみたいなことがドラムだったりもあったりするのででもそれはちゃんと聞いてくれてる証拠だね。いや、そうですね、はい、だし、まあ、僕もそのある程度仕上がったオケに対しての最善を考え尽くしてそこに至るので、うん、まあ、別に間違ってるわけじゃないじゃないですか、はい、この間 KJ が出てた回聞いたんですけど、はい、完全にオケ選考って言ってましたね。そう、ビートから決めるって言ってた、ね、しし結構珍しいタイプなのかな。珍しいと思います、ラッパーですね、うん、やっぱ、うん、そうだね、本当に、うん、面白いなと。彼なんか BTM 最初の方に駆使した。確かに、最初にやっぱこうなんだろうな、バンドじゃない音鳴ってるって衝撃受けたのはドラゴンかもしれないです、ね、あ、なるほど、うん、ちょっと音楽制作から外れるんですけども、はい、もう本当に僕も客観的に見て源くんとかは、はい、そのなんだろうな、若い人たちのオピニオンリーダーみたいなところがあるところもあったりもするんですけど、原宿かな渋谷かどっかで買い物してた時に、はい、
何の気なしに、まあ、店とかバグってて通り過ぎようと思ったんだけど二度見して あれこれゲンじゃねっていうのがポスターかな。あーなんかでっかいポスターみたいな。でっかいポスターアウトドアブランドだったっけ。あー多分あのポンチョのやつかな。はい、あそうそうそう、はい、そのポンチョのやつ、うん、あれと思ってあれ僕もびっくりしました。カタログのモデルやったんですけど。あそうなんだ、うん、お店にあんなドーンって出ると思わなかったマジでびっくりした。実物大よりでかいやついましたでもすごい様になってるし、なんだろうな、やっぱりそういうのって意識したりするんですか、その音楽だけではなくカルチャーことも。しますね、うん、それこそ、まあ、今 KJ の話も出ましたけど、はい、やっぱ KJ そのドラゴンだったり、まあ、ライズだったり、はいはい、当時やっぱこうストリート雑誌の表紙をやってたりするじゃないですか、うんうん、だったりやっぱ僕が憧れたその音楽、うん、インディーズシーンだったりってジャンルじゃないんですよね、こうストリートミュージックみたいな感じだったんですよ。そうね、セットで好きだったので、うん、自分もやっぱそういう存在になりたいなって気持ちはもうすごく昔からあります、ね、なるほどね、うんうん、確かにそのもう音楽だけじゃなくて本当にそのカルチャーごとストリートっていうものを、はい、なんか引っ提げてる感じがあった、うん、そういったバンド共通してますけど、でももうまさにその道をもう行ってると思いますよ。やっぱ僕が憧れた時のバンドマンってすごいおしゃれだったじゃないですか、うん、そっからやっぱバンドのイメージがこうおしゃれじゃなくなっていった気がするんですよね。なるほど。なんだろうな、こうそっから青春パンクだったりいろんなこうなんだろう、こう盛り上がりがあったと思うんですけど、はい、なんかこうそのストリート感っていうよりもうちょっとこう人情っぽくなった感じがするんですよ。なんすかね、もっとおしゃれしていいはずなのに、あそっちのチャラい方に行っちゃダメだよみたいなところかな。なんともなんかこう、うん、それをこう僕は変えたい気持ちがあって、うん、本来今やっぱヒップホップのラッパーとかってこうおしゃれなイメージあると思うんですけど、そうだね、もうアイコンになる道をたどってるのかな、ちゃんと、うん、そうですね、やっぱバンドがこうそこの仕事も取り返したいみたいな。なるほどね、でも本当に素晴らしいことだと思います。曲作りもしくは詩を作るときに気をつけてること、はい、ポイントとかあったりしますか。気をつけてること、うん、なんか昔はそれこそやっぱこう僕らこうライブハウスフェスシーンでこう駆け上がってきた気持ちがあったので、はい、やっぱこうフェス向きな曲を作ってた節があったと思うんですけど、最近はまあこう演奏してるシーンを想像するっていうよりは家でこう一人で聴いてくれてるそのイヤホンのに言ってるイメージかもしれないですね。それはその BGM としても存在感を放つっていう感じだったのというよりは、うん、なんかこうちゃんと刺しに行ってる感じかもしれないですね。こういうのが盛り上がって、はいはい、こういう言葉が言いやすくてとか、はい、っていうよりはもう本当に一人で聞いてくれてる人に刺さる、どれだけ刺さるかみたいな、こう気持ちに最近なってきました。なるほどね。数々の楽曲も手掛けていらっしゃいますけれども、はい、通り見の作品の中で生み出すのに特に苦労した楽曲とか、はい、手応えを感じた楽曲とか、そうですね、苦労したの全部苦労してるんですけど、あそうだよね、うん、僕ら2015年の10月に、はい、トイっていう4曲入りの EP を出したんですよ、はい、その時が一番こうメンバー感があのひどくて、あそうなんだ、もう仲悪すぎて、へそれが辛かったです。それは何、やっぱりもう本当に駆け上がってるあの同士だったと思うんですけど、 その中で結構歪みが生じたみたいな感じだった。そうですね、だからこんなんじゃダメだろうっていう気持ちが全員にあったんだと思うんですよ。メジャーデビューして一緒にこう共演する方がどんどん強くなってたので、はい、なんかこれで俺たちいいのかみたいなプレッシャーがすごくあったので、なんか全メンバーに対してこうなんか足りてなさにこう苛立ってたんですよね。お互いに不満だとか、お互いになんかかなり、特にまあ僕とドラム、まあ、ドラムがすごい怒ってることに対してなんか僕がこうメンバーのこう仲良くしようよみたいな、なるほど、はいはい、感じになって、それが辛かったっていうのはすごく思ってますね。なるほどね、まあ、紳士であるがゆえにだと思いますけれども、結構苦労した。そうです、今は本当に全然そんなことないです。なるほどね。その中で、まあ、楽曲で言うと、はい、なんか特に手応えを感じた、そういう苦労も乗り越えて、はい、手応えを感じたので言いますと、僕らのモノリスっていう代表曲の一つがあるんですけど、はい、あの曲をこう作った時は、うん、結構やっぱ僕もすぐできたんですよ。へー、ツビトで、うん、もう僕らがよく使うコード進行なんですけど、うん、スタジオにメンバーより2時間前ぐらいに入って一人で考えてた時に、結構そのメンバーが来る前の2時間できたんですよ、うん、モノリスが。あれを作った時はその2ビートっていうリズムに対してなんか新しいこうなんだろうな、ふわり、はい、新しい言葉のはめ方をできてる感じがしたんですよね。なのでこう
自分なりにも手応えがあってきたってなりましたし、なんかこうちょっと発明したんじゃないかみたいな。あ、それ新しいっていうのは今までやってたって以上にこのふわりっていうのはもしかしたら新しい発明になったんじゃないかなみたいな。そうですね、うん、なるほどね。なんかその僕らこうメロコアって言われてたりいろんな言われ方してたんですけど、はい、なんかこう唯一無二になれるかもみたいな。お、素晴らしい、はい、なかなか感じることできないですからね、実は言うとそれだけってね、うん、まあ、フォーリミといえばやっぱりライブなんじゃないかなと思いますけど。そうですね、そうだよね、はい、今年はフェスもほとんど開催できない現状は、ケン君自体はどう感じて。もちろん辛いしライブしたいし、はい、こうなんだろうな、ライブ行きたいなっていう気持ちはすごいあるんですけど、まあ、ある種ちょっとこうこんな年ってないじゃないですか、うん、この時期って僕らって本当に毎日飛び回って忙しくしてるので、はい、なんかこうある種解放されたような気持ちもあったりして。あ、逆に、はい、休みいただいたなっていうつもりに最近はなってます、うん、何かその間で例えば新しい形で音楽を届けようだとか発信していこうっていう思いもあったりもするんですか。休もうって思いました。とにかく休もうと。休もう。いやでも大事よ。なんかでもやっぱインプットの時期だなと思いましたので、うん、はい、こうなんだろうな、僕は結構この間いろんなこうトラックメーカーだったり、はい、なんか他のバンドのギターだったり、はい、いろんな人とこうセッションしたりデモのやり取りとかをして、はい、なんかこうすごいラフに共作をしてるんですよね今いろんな人と。なるほど。この作業がきっとこうバンドにこう生きるんじゃないかなと帰ってくるんじゃないかと思ってまして、うん、なんかまあ今はこう修行のみんなこう修行しようぜみたいな、全員でまとめて修行して充電しようぜ、はい、なってますね。なるほどね、うん、今後、まあ、この状況を鑑みて、はい、フェスだとかその音楽シーンってどう変化するかなんか考えたらいいですね。僕が思ってるのはですね、こうライブハウスが結構近くなったと思うんですよこの10年ぐらいで、はい、僕が10代の頃よりライブハウスってすごいこう行きやすくなった気が してるんですよ、うん、で僕がこう通ってた時のライブハウスってすごい怖かったんですよね。あ、重い扉開けた瞬間に、はい、なんか怖い人がいて、はい、モヒカンっぽい人がいたりとかスキンヘッドの人がいて、はい、なんかカツアゲされんじゃねえかみたいな。なかなかそこハードコアなこと言ってるんでしょ。まあ、そこ特別そこの箱が怖かったっていうのはあるんですけど、はい、いわゆるこうモッシュ&ダイブが普通にあるようなライブが、うん、ちょっとこうイリーガルな時代になるとしたら、うん、地下に潜ると思うんですよね。地下に。あ、それは文字通りというよりは、そうです、そうです、うん、なんかこうちょっとこうレイブっぽいのになるというか、はい、こうやんちゃな子たちがこっそり集まって自己責任でやるようなことにもしなったとしたら、はい、それはそれで僕はカルチャーとして面白くなるのかなとか、うん、地方で特別変異してるようなバンドとか出てきたりするんじゃないかなと思うので、ね、地下に潜った分逆に面白いものが生まれる可能性もあると。そうなった時に僕はこう中間にいたいなって気持ちが。中間、はい、それは要するに、水面下でもにも足を運ぶし、そうですね、でも橋渡しできない、はい、あ、なるほどね、こういった状況を受けてですね、はい、面白い活動をしているもしくは注目している人など、まあ、このコロナ禍っていうだけでもなく、はい、まあ、さっきジャンケンさんともちょっと話し上がったんですけど、はい、下山が今かっこいいですね。ありがとうございます。下山ほんとかっこいいですね。かっこいいよね。なんかこう出てきたなって感じですね。いや、あの活動自体は結構前から13年やってました、やってました、ってんですよね。僕もかなり前からこうライブ見てたりしたのでどんどん変化を見てるんです、はい、あのバンド、はい、やっぱこうなんだろうな、ボーカルの真人のやっぱこうカリスマ感がどんどん増してきてて、すごいよね、彼の歌詞が本当素晴らしいなって思って、なんだっけな、東京か、東京もかっこいいですね。かっこいいよね、あれもうド頭から次のリリックを早く聞かせてくれって思うような、う、僕歌詞の本当理想系だと思って、ヒリヒリ、ね、次の行を読ませたがるという、はい、なんだっけな、総迷子の一人称、1億総迷子の一人、いやなかなか出ねえぞ、やれやれと思ってた、やばいですね。かっこいい、本当にもう皆さんにも聞いてほしいな、下山ね、はい、あとすごいエイジファクトリーっていう後輩がいるんですけど、バンドかっこいいよね。エイジファクトリーはこうなんだろうな、僕にこう懐いてくれる後輩の中でも特別可愛がりたい存在ですね。なるほど、はい、すごく男っぽくてちょっと泥臭くながらもセンチメンタルな、本当熱いバンドだよね。でまだ若いんですけど23とか、まあ、20代前半なんですけど、ああそうなんだ、やっぱこう渋み半端じゃないじゃないですか。半端じゃない。俺も初めて聞いた時なので、なんかこう
それこそ東京来て、あのいつも連絡くれるんですよ。で今日弾き語りでライブがあったんで、あのその後行っていいですかみたいなこと言ってて、はい、確か対バンがこうイースタンユースだったり、もう結構そうそうたるメンツだったんですけど、普通に打ち上げですに僕の家遊び来たんですよでも普通だったらそういうとこちゃんと行って、お前ちゃんとしろよみたいなとこも、はい、いやまあいいんじゃないですかみたいな、あなるほどね、そういうノリがこいついいなと思いまして、はいはい、あんなにこう熱いことやってるけど、こうなんだろうな、それこそこう潜る気がないというか、うん、なんかそういう存在になりたくないって言ってるんですよね、うん、あんなに渋いけどこう新作だったらこうちょっとラップっぽいことやってたりとか、はい、トラック入れてたりとか、なんかこう全然また正統派だけど新しい存在になりそうな気が、ね、ちゃんとマインドもものすごく柔軟であるみたいな、そうなんですよ、うん、例えば同世代のバンドとかで、はい、まあ、こういう逆にこういう真面目な話したりとかするの、うん、あ結構しますよ。あ、まあ、そうだよね、自分たちと同世代も、うん、はい、それこそエイジファクさっきの前で言ったエイジファクトリーもやっぱもうデモの段階で僕に弾かせてくれたりするんですよ。どう思いますかとか言って、はいはい、リード曲迷ってるんですけどどれにしますかとか、それを弦に聞くんだすごいね結構しますね、真面目な話、まあ、そうだよね、しかも作詞作曲もしてるしオーガナイズもしてるから、おそらくアイデアとかもねいっぱいあるだろうし、そうなんですよ。でも本当に、まあ、さっきの話じゃないけれどもカルチャーのねその渦の中心にいるバンドに、はい、うん、ぜひ僕も見ながら本当心強いなと思ってますんでね、これからも活躍を、はい、このシーンに居続けたいですぜひよろしくお願いします、はい、ということで本日は、フォーリミの元君に、お越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。マンウィザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしてまいりました。ワウミュージック、いかがでしたでしょうか。はい、今夜で最終回でしたね。本当にありがとうございました、各クリエイターの、まあ、その音楽観だったり音楽遍歴、本当に音楽に関わってる人たちのその深い部分での話っていうのを皆様と共有できたのであれば、うん、幸いです。本当に、聞いていただきましてありがとうございました。8月のプレゼンターはビッシュのアユニディさんが担当します。本日の番組の模様は後日 YouTube で配信中の番組ミュージックファンでも配信されますので、過去の放送もぜひチェックしてみてください。それでは、私とはまたどこかでお会いいたしましょう。ここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。